暑い、めちゃんこ暑いっすわ。はい、どうもイブでございます。今海浜幕張に来ておりまして、さっき気温調べたら32、3度だったかな。と徐々にね風が出てきてるので、まあ頑張れそうって感じです。で、今日は何をするかっていうと、前回の動画でお見せしたダイソーのアクリルミラーを使って万華鏡っぽく写真を撮るっていうね動画を、ちょっと待って、腕がアクリルミラー3枚を使って、やる万華鏡フォトの続きと言いましょうか、ちょっと使って撮りたいなと、思ったので、今日は海浜幕張に行ってます。で、そのアクリルミラーを使って何を撮るかっていうと、夕日ですね。今疲れた、暑い、絶好のタイミングで夕日が出ておりましてですね、そう、この晴れの日を狙ってたんですよ。雲一つない、本当、いや雲はあるけど、ほぼほぼ雲がないぐらい。あ、見えてきた見えてきた、あとちょい、あそこ越えたら海です。波の音が聞こえてきた。じゃじゃじゃーん、あ、なんか人いるな、ちょっと人がいるね。あー、いいね、いい感じよ、いい感じよ。あ、いい感じじゃないですか。コロナ禍になってから僕10キロぐらい太ったんですよ。コロナ前は65キロぐらいだったんですけど、最近あの温泉施設行って、家に体重計がなくて温泉施設で体重測ったら75キロあった。びっくりした、声出たよね、えっ、ってさすがに声出たわ。はい、着きました。もうちょっと時間経つとね、もうちょっと沈んでくると思うんだよね。今こんな感じ、あまり太陽映すとセンサーが焼けちゃうからあれだけど、今こんな感じだから、もうちょっと沈んでくると真っ赤になってくるはず。暑い、本当に暑いよ。皆さん水分補給はしっかりしないとね、本当に熱中症脱水症状にはお気をつけください。あー、ソルティーライチうめえな。よし、準備すっか。じゃあちょっと新たに作っていきます。じゃじゃん、いつも通りアクリルミラーを3枚買ってきました。これ何枚あってもいいな、1枚110円だからさ、ダイソーって結構ね、頻繁に生産中止にしたりするからさ、これの大きい版を作りたくて、大きい鏡を前に買ったんですよ。で、それはそれですごい良かったんですけど、その鏡もう販売してなくて、1ヶ月後には。だから今のうち、あるうちに購入しといた方がいいです、ダイソーは。 OK、 じゃじゃん、完成。さあ、もう夕日が沈んできてるから、急いでセッティングをしましょう。やります。俺の顔でやったところだよな。よし、やっていくぞ。F 値8ですか、とりあえず8ぐらいに F 値で始めて、ISO はロー、シャッタースピードは640分の1ぐらい。これだな、水面にピント合わせた方がいいな、これ。水面っていうか、え、むずい、ちょっと待って、目が死ぬ。まあむずいかも、待って、ちょっと待って、どうしたらいいんだ、待って、どうしたらいいんだ。万華鏡に反射してるやつを撮らなきゃいけないのか、あー、ちょっと待って、いや、まあ、とりあえずなんかシャッター切るわ、とりあえずとりあえずシャッター切ろうかな。ポイント探しきつくね。一回レンズフード外すわ。いや、今いい感じなんですよ。見たらわかるでしょ、なんかもう雰囲気めっちゃいいんですよ。太陽反射しなくね、これ。やばい、50ミリやっぱ撮れないかも、これ。万華鏡キス M でいきます。キス M でいきますよ。全然取れんわ。
水面とかどうだ。どうよ。いやーむずいっすね。ちゃうかったわ。やめよう。帰ろう。やっぱり万華鏡はこうなんかワンポイントで撮るっていうよりかはなんかこうやっぱりバサッとこう密集してるものを撮るのが一番いいのかもしれん。太陽は多分本当にうまく撮れたら綺麗なんだけど、これでは多分撮れない。難しかった。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。まあ結果的にはよろしくなかったんですが、まあいい勉強になったなということで、次回また何か撮りたいものがあればこれで、撮ってみようと思います。ご視聴ありがとうございました。悔しいな。